ご紹介上がりました、岐阜県立特別支援学校、高等部の伊藤富人と申します。短い時間で何かエッセンスを、紡いでもらえたらなというふうに思います。平成27年度第41回一般女性の研究で女性報告より最優秀賞として評価していただきありがとうございます。この評価成果として生徒たちの頑張りに感謝しながらこの報告を始めたいと思います。 ICT という IT の同義語で使用されますが、インフォメーションとテクノロジーの間にあるコミュニケーションの背景にある言葉遣い、マナー、人柄、パーソナリティ、チャレンジ精神、積極性といったことが就労先で求められるキーワードになります。そういったキーワードに求められる力を生徒の卒業後の地域での生活や就労に向けた作業学習として平成25年度から郡上大和総合回復株式会社と職業協力に関する協定を結びスタートしています。平成26年度はタブレット PC に接客をアシストしてくれるアプリを使い、一定の学習した結果を得られましたが、お客様を意識したコミュニケーション力の育成をまでの発展や個別の生徒に合わせた汎用性のあるアプリになっていませんでした。そこでより汎用性のあるアプリを開発を進めていくために、こういった研究会に委員として参加することでアプリ開発が可能になります。本校のような実践からの報告を受けて開発し、試験的に喫茶サービスの授業で使用し、問題点を洗い出しブラッシュアップしたものを計画、実行、点検、見直し、 PDCA のサイクルでより汎用性のあるユーザーインターフェースにし、特色ある学校ごとに異なった接客支援アプリになっています。現在、岐阜元特別支援学校と郡上特別支援学校の2つの接客支援アプリのバージョンがあります。今まではアプリに関しては既存のものを学校現場で使われてきましたが、本研究では特色ある学校ごとの生徒の実態に合わせたアプリや注文メニュー選択になっていることが特徴になっています。接客の手順は1から8まで手順を示しましたが、細かい所作が要求されます。喫茶サービスをアシストしてくれるのが接客支援システムと接客支援アプリになります。そこでは接客支援アプリ、接客支援システムを使った VTR をご覧ください。いらっしゃいませ。こんにちは。何名様ですか？一人でお願いします。一番席へどうぞ。これは道の駅で喫茶サービスをやっている時の実践です。アプリの使い方になります。ホットコーヒーを確認させていただきます。ホットコーヒーがお一つ以上でよろしいですか？はい、少々お待ちください。レシートプリンターからオーダーが出るような仕組みになっております。時間の都合上次進めさせていただきます。接客、お客様の動きに合わせて、しかも、接客の手順を覚えて手際よく接客するのはかなり難しく、VTR のように簡単に所作をなしていくことは難しいです。そこで接客の手順を覚えることに対してアプリでアシストしてくれますが、生徒の実態に合わせたアプリ改良が文字からのイラストアイコンです。文字からイラストアイコンにした時のファーストインプレッションをご覧ください。ちょっと大げさにちょっと聞こえるかもしれませんが、これが直感的に操作できることの証明だと思います。おお、すげえ、すげえ、すごい便利。何、どこら辺が便利なの？写真になってる。写真があるから、うん、ちょっとならあるね、いくよな。ホットコーヒーを2つ、これ、初めて彼は触ります。コーヒー2つ。
シャツ。どうどう、どこに出てる、ちょっと見て。下に。下。わかる、2つっていうのは。わかりやすい。すごい。めっちゃめちゃわかりやすいっす。ご覧いただいた VTR から直感的に操作可能になったことで、文字情報から探す手間がなくなり、お客様の注文内容を聞き取ることに専念することにつながります。とこういった1年生の段階からお客様を意識した行動ができるようにする効果もあります。こちらは映像営業している店内をこのような画像のようにウェブカメラで録画しており、営業後即時に今日の営業で取り上げる課題トピックを映像で振り返り、それぞれの成果課題を挙げてもらう、そのプロセスをご覧ください。この映像の方に上下に生徒が入力したログがあり、そこからどのように接客をしていたのか心境が分かります。例えばお客様を2名案内したのに再度戻るを押し、自分が入力したことを再確認したことを記録と、ログから生徒がどのように考えていたのかが映像とログで効果的に振り返ることができます。で生徒の心情に配慮した生徒自身の課題に見つけやすい言葉かけができます。いらっしゃいませとお客様を誘導しましたが、今中央で接客している彼ですが、7人のお客様を1人で接客することを選択し、他の仲間に声をかけずに接客をしようとしています。でこの映像は先ほどの映像を振り返ってどうしたらいいのだろうと考え、その結果が次の今映像で流れている様子からその課題発見の行動が映像からも伺えます。その後営業後の即時評価は、生徒は何か学び取ったあの顔つきでした。こういった客観的に自分自身の接客する様子を振り返ることができ、生徒自ら自分の直せばいいというところがリアルタイムで分かることができます。また自分自身の課題を主体的に見つけることができたと思います。また即時評価は仲間と、とかではなくて、ここの間違いに気がつくことができて、仲間に伝えるべくコミュニケーションをどのように取ったらいいのかという仲間とのつながりも学習することができます。ですがこういった基礎の接客を身につけることができて、課題発見の力がつくと思います。ではその基礎の接客はどのように学習するのかが、次のスライドにある2時間で接客できる手順です。タブレット PC の標準機能と接客支援アプリを使用することで2時間で接客することができます。興味を持たれた方は、先ほどありましたパナソニック教育財団のホームページの実践報告よりダウンロード、あるいは報告書を、ご覧ください。より汎用性のあるアプリ開発や ICT を活用した授業実践の効用を検証し、コミュニケーション能力の育成について研究成果を報告させてもらいましたが、次のような課題が上がります。本年度高等部すべての生徒が喫茶サービスを行うにあたり、生徒それぞれの役割を明確にすることで活躍する場面を多く作ることが課題になります。活躍するためのツールとしてタスク管理をワンノートでマイク録音や即時評価を取り上げたトピック等を時系列で管理し、個々のキャリア発達を促すための課題解決的なタスク管理を行います。接客支援アプリはオーダーを取った後の、映像でもご覧になったと思いますが、業務手順を、補えていないのでその改良が必要です。またレジアプリを使用するのにシステムを簡素化することと、他の分野でも応用できるように iOS でも動作可能にすることを目指していきたいと思います。最後により有効にキャリア発達を促すための ICT ツールへ向けた調査検討として、 ICT を活用した喫茶サービスを学習した生徒たちがどのように卒業後と生活を職場で結びついているのか調査します。また指定障害福祉サービス事業所と ICT を活用した共同研究を行っていきたいと思います。すいません、もう一つあります。卒業生にタブレットがいいと、どんなところがいいのかということを尋ねたら、こんなメッセージが返ってきました。タブレットのいいところ、タブレットのいいところは、紙だと次何をしていいのか、手順がないので、初
初めてやってたんで、やってたのにとっては難しい、かなり難しいですね。誰かがいないと分かんないと思うので、タブレットだとなんか下のところに次何やるとか、水を持ってくるとか書いてあるんで、それとここは紙よりはまだタブレットがあった方が分かりやすい。ICT はコンシェルジュのような存在で、環境に応じたホスピタリティを探求していくこと、それに気づかせてくれた生徒たちに感謝しながら、この成果報告を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。